皆さんこんにちは、原剛と言います。私は東京、日本の東京から来ました。今フロリダ州立大学の、公共経営政策学部で、博士課程で学んでいます。なかなか皆さん公共経営ってご存じないと思います。日本ではあまり、有名じゃない学部ですので、どういうふうに学んでいるか分からないと思いますが、日本の行政、また世界の行政をどういうふうにしたら、効率的に効果的に運営できるのかということをリサーチを通して学んでいる学部です。フロリダ州立大学は世界でトップ3に入る、リサーチ機関です。公共経営学部、公共政策学部で研究をしたいと思っている方はぜひ、いらしてください。